あと10日。どうもこんにちは、篠原です。センター試験まであと10日となりました。あと10日、何をやるべきかということを話します。これまで何をやってきたか、50日からカウントダウン始めましたね。50日から40日で過去問、あとこれまでの、模試ですね、をやってくれと。で、ここで河合塾をやってくださいという話をしました。で、ここで、寸大ですね。寸大をやってもらって、で、さらにここで、マーク式基礎問題集をやってもらいました。で、さあ最後ここですね、何をやるべきかという話をします。おそらくまだ多分合格点が安定してないんじゃないかなと思います。だいたいその8割が目標だとしたら、78ぐらいとかはいくと。で、あと 2% がどうしてもっていうところじゃないかなと。で、ここでやるべきことは2つあります。まず苦手に関しては一旦これまでやったここを全部解き直すと。これをやってみてください。意外とですね、これぐらいやればどっかに何か被ってるはずです。どっかに何か被ってるはずなんで、それをやる。しかも全部やれって話じゃないです。センターの英語の問いの2の AB 問題が苦手だったらそれだけやるとかっていうのをやってください。あと分野ごとでこの参考書やった方がいい、あれやった方がいいっていうのはいろいろあるんですけど、それちょっと今この動画でこれっていうのは言いにくいので、これまで使っていた参考書を解き直す。何が言いたいか、新しいのを買わないということです。基本的に新しいのを買っちゃいけない。で、逆にまあ安定してきてるなと、安定してきてるやつに関してはこれ油断してはいけません。油断してはいけないので、できればですけど何らかの予想問題集、新しい何かっていうのをやると。こっちは新しい何かを、その投資でやった方がいいです。だから、例えばなんですけど、これまで扱ってこなかったやつでいうとこれですね。一応東進の、センター歴史圏本番レベル模試を一応提案はします。一応まあこれでいいかなとは思います。というのも、他の予想問題集があんまりなんですね。他の予想問題集がちょっとあんまりなんで、これかなと。苦肉の策というか、なんかそういう気が僕の中ではしてます。これまで言った河合とか寸大とかよりも僕はあんまり好きじゃないんですけど、でも最後にこの得意教科で安定してるやつをさらに安定させて本番も確実に点を取りたいっていうことであれば、2日に一度はこれをやった方がいいと思う。だから、安定させる、本番にこう向けて力を落とさないという意味で、これをやるっていうのがいいかなと思います。だからもっと点数を伸ばさないといけない科目はやっぱこれまでのやつを反復していただくと。で、確実にこれで覚えるっていうことですね。あるいは、もしかしたら力そのものをつけないといけないっていうところがあるかもしれませんので、実力をつけるということをやっていただく。新しいのをやらないと。で、安定してきてるやつに関しては油断をしないために新しいのを常にやり続けて、本番に対する緊張感というのを本番当日まで持ち続けるということです。この2つをやっていただいて、あとは、風邪をひかないですね、ということをやっていきましょう。はい、ということで、これまでのやつを反復しながら新しいものをちょっとやりつつという感じがよろしいかと思います。ここまで来たんでね、最後まで走り抜けていきましょう。今回ではこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。